佐渡の金山の世界遺産登録を目指す佐渡市で、かつての鉱山道を歩く古道トレッキングが行われました。金銀山への理解を深めてもらおうと、佐渡市で毎年行われている古道トレッキング。あの空間が空いているところにおそらく銀の鉱脈が顔を出していて、それをちょっと追いかけて掘った。参加者は市民ガイドの案内のもと、鶴子銀山の大観屋敷跡から上相川までの鉱山道およそ 4.5 キロを4時間かけて歩きました。思ったよりも歩きやすくて、いい汗をかけました。It was a beautiful hike. 美しかったです、とても。参加者は山を深く掘り進んだ当時の様子などに思いを馳せていました。